ず二人。すごい砂子なの。六、一尾の力。これ以上下がるわけにはいかん。私が自飛んで砂金を操る死の。すでにタヌキ寝入りの術をや。父様の作った人中力ではない。その度にあなたを恐れ恨んできた。だが今はもうあなたを恨んではいない。あなたのやろうとしたことも理解で、里を守るために里への風陰に、お前が。俺自身で確かめてやる。さあ、俺を超えてみろ。大野木、俺を止めろ。人痘を使う俺に人数は関係ない。嵐は陽道に上げさせるためだった。お前は小さいな。未熟児か。大丈夫なのか。だが適合はしておる。三人目にしてやっと適合できると分かる。お前は母に愛されていた。母は強いな。きり守り抜いた。初めて父様からの薬を渡してくれた。母は強いな。先代などとっくに超えていた。里を頼んだぞガーラ。今のはどこから。今のはどこから。限界剥離の術。この感じはできない。わしをなめんでくだされ。不審の術。全眼砂砂音。よし、剣の螺旋丸だ。おや、なんでだよ。おい、俺としては封印される気満々なんだぞ。相手の術を一度認識してしまうと体が勝手にそれに対応。この大ハマグリは広範囲剣術を使うんだ。見せる。物理は感じられない。そう当然だ。出社の隙に操られてるなんて言うんじゃねえ。江戸天聖関係なしに殺すぞ。そう、これを攻撃しても無駄だから。マグリも新規機能だバカ。出てろ。だから本物はどこなんです。回収。ややこしい話は後でと思ったんでね。聞こう。ただし戦闘が終わったわけじゃない。すぐ次へ向かう。移動中手短に教えてくれ。出る場合じゃねえぞ。貴族の水鉄砲の術だ。止まらねえんだ。影の体内の油と身体じゃぜ。
広げて俺に勝てなきゃお前らは死んだ俺以下ってことだろうか、ボケ。そん今にも爆発、砂のどういうことだ、砂の度を上げたとでも。ボケ、捕らえたぞ本体。今一度言う、俺はライトン使いだ。体にライトンをまとうことで肉体の限界を超えた速度と防御力を備えている。フートンで攻め立てる以外俺を助けるちょっとこよ、この距離な。あいつを口寄せする間、こいつに時間稼ぎをしてもらわないとな。こっちで操るか。影様から離れろ。なんだ、三代目最強忍術月四本抜き手だ。くそ、バカどもが。これは八尾と同じ美人。で、どうする？ナルトのあの螺旋丸ですら致命傷を与えられない雷影相手にどう戦えばいい？たように見せかけて後ろから。おひと、パンチで気絶を狙う気だな。ロートン、ゴム玉！ちゃんと腕を狙える。